風は変わらず緩やかなホーム追い風コンディションとなっています。第9レースはインコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。あまり差のないスイートになりました。第9レース1周1マークへ向かっては高額一戦1号艇の海澄が1マークを先制体制、2コース2号艇の飯島が差しに構えてバックスレッジへ入っていきますが、ここは陰線1号艇の海澄がわずかに先頭に上がりました。追っていきます。2号艇飯島懐から差して追っていきますが、現在1号艇の海澄が一定身半ぐらいかわして1周2マークへ向かっていきます。スタートは前提正常、2マークは1号艇海澄が先頭でクリア、2番手は4号艇の杉山が内から先回っていきますが、2号艇の飯島が差し返してホームスレッジ、そして2号艇の飯島が2番手で体勢は1番2番で直線コース、その後ろ3番テラスイは内から3号艇田中が入ってきて4号艇杉山との3番テラスイ、これに5号艇の秋山も絡んできます。2周目第1ターンマーク、先頭から1番2番と向こう上目3番手3番4番、ここは競り合った間に内を通った5号艇の秋山が3番手に上がってきました。体勢は1番2番5番の体勢、その後ろは低間隔一定身半、4号艇の杉山が4番手追走で後ろ2定身で3号艇の田中が追っています。最後方6号艇の安野純、2周目第2ターンマークです。現在3番手は5号艇の秋山がわずかに優勢なんですが、外から4号艇の杉山握っていきます。しかしここは少し流れまして5号艇の秋山が3番手リード、上位は変わらず1番2番5番で最終周回です。3、4番手の差は現在は2停身ほど、4番手から4号艇の杉山、前5号艇の秋山を追っていきます。最終周回の第1ターンマーク、先頭から1番2番そして3番手5号艇の秋山が後続4号艇杉山を1停身半ぐらい抑えて残り半周へと向かっていきます。先頭は陰線決めました1号艇の三住哲夫、人気に堂々応えます。2番手は2号艇飯島明宏、続いて3番手は5号艇の秋山、迫る4号艇の杉山、ラストターンマーク内を狙っていこうとしますが、ここは5号艇秋山がかわして3番手、上位は1、2、5です。先頭1番三住ゴールイン、2着は2番の飯島、3着5番秋山ゴールイン。